でもこれフレンドも使いよう。なんかいけんのかな、行ってみるか。2、3人のお友達を連れてくれば入れるよってことは、友達がいないとここ入れないんだな。レディーイエティ号、何あの目標。すごいね、イエティが転がってるわ。これは倒せるの？イエティが破壊してってんだけど、あの箱を。これはこれ倒せないやつだな。アルレンダでローリング。新しいアクションが増えたね。え、こういうこと？こういうことじゃない。あ、そこに。あ、危ね。入れる。またいい音楽だな。たちは完全にギミックなんだね、壊せない系の。どっち進もうか。あっちが進む方っぽい。基本チェックポイントない方かな、進まないです。何これ、入っちゃったけど。待って待って、あの上に。取れた取れた。捨てれるんだこれね。倒せない。これはルーツですね。あー、なるほど。多分勢いづいたら倒せるのかもね。その前にこっちを。あ、ローリングで行く系か。2個目かなこれ。これ2個目だったらもう取り逃してる。こっちはなんかあるな、真ん中に。これどうやって。あ、これでこれで普通に壊せんのか。
あびっくりした。なんかあるね。楽しそうだね、イエティ。順調なんじゃないの。これはいけないね。これ何、戻る、あ、戻るだけだね。お、ボーナスステージ。ボーナスというか隠し、なんかめっちゃ口の中に、めっちゃ口の中にある。あー、これを、わー、わー、え、拾えない。何個、何個人参壊せばいいんだ。唐辛子っぽいけど意外とね、拾ってくれないのよね。待て待て待て、これ、はい、あー、壊せらんなかった。おお、え、その口の中にさ、口の中に、あ、そっか、1個足んなかったから全部入れないとダメなんだね、あれ多分。え、誰、これ再挑戦できない、再挑戦できないの、これ。ちょっとその口の中のものをください。惜しかったな。ダメよね、一回閉まったからダメね。あ、もう一回来ないといけない。ダッシュとかあんのかな。なさそうだけど。うわー、かわいそう。
れだね、倒せないんだね。牛、牛を倒すのはイエティみたい。敵が倒せない。ちょっと多くない敵。あれないじゃんボールがないです。あ、そうか、こっちにおびき出して、ほら、おいでよ。来ないの？来ないじゃん、イエティの子。もう倒さなくてもいいんじゃないかって気もする。あ、なんかゲット、命をゲットした。何？当たり外れある。うわえ、ボス戦かな。うわー、ビッグザイエティだって。逃げればいいんですかね。よいしょ、怖っ、怖っ怖っ。穴取ってる余裕ないですイエティ倒すんじゃないのか。おお、何これ。あ、終了だ。イエーイ、悲しみ。あ、しかも最後の取れてないよね。最後の絶対キングイエティのどっかにあんじゃう。なにこれ、キューブが出てきた。え、動かない。ミッドナイトの指令。ここはミッドナイトのトレーニングセンター。ここで世界を救える系のスキルをマスターすれば憧れのヒーローになれるってわけさ。クラフトワールドのあちこちに散らばってるナイトエネルギーを集めればいつでもお乳のチャレンジを始められるよ。いやあ、私がピッチピチのギャルだった時のこと思い出すね。あんたの素質を測るにはもってこいなんだけど、ハイキング気分だと痛い目見るよ。すごいね、イエティが。はじめまして、イエティ。タイマー付き。あれが、これがスタートか。35秒とかある。マイナス2。で、わー、
からか。最初から。わー、ちょっと待って、ちょっと。足がつかないと死ぬので一瞬で。取って斜め。来る。危ない。36秒。イエーイ。これでもドリームオーブもらえるんだね。最高タイムを記録。リービッツ上出来だったよ。私は銀色が一番好き。まあ金の次だけど。ゲームに参加、ゲームに参加。あー、これマルチプレイでもできるんだ。へー。あ、20貯めればいいんだ。ここまでに。ベックスは山のてっぺんにいる。もっとドリーマーオーブを集めてさっさとバリア消さなきゃ。壊せる。ここ、これは何？カニランティス王国。え、これはあれか、別の別のワールドに行ったんだ、これ。こっから別のワールド行けるんだね。だからこのドリームオーブが足りない人は別のマップに行って貯めることもできるってことか。これなんかマップ見れないのかな。アクション図鑑。あ、ここで選べるんだ。一気に旅に出る。ヒマラヤサミットしか選べない今。次ここか。ことがたくさんあるよ。来てほしいな、些細なことも。愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるから。さ、一人で姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう。見つかないと潤わないだろう。君の存在は僕にとってかけがえのない特別なもの。 Give and take なマインドを Give and give に変えるくらい。 Give and give も離れず寄り添いたいけど、それ
響き渡る音。